線に乗ることにしました。みなさま、お土産選べんかった。この道で買えなかったらごめんね。とても食べていいですか。
福井の観光案内所が閉まってたので、とりあえずロープウェイで千光寺を目指しながらプラプラしてみようかなと思ってるんですけれども、すごい行列で、今12時半なんですけど、さっき食べたお店が行列です。私は当たらだったんでね、そんなに並ばずに済みました。この道ラーメンのお店がいっぱい、かっこいいコーヒー屋さん、商店街はやっぱり結構閉まってるお店が多いですね。ゲストハウス1泊2800円だって。可愛いカフェが多い気がする。豊かな町でございます。また古くよりお寺の町としても有名で、古くより数多くのお寺がございましたが、時代とともに整備されました現在でも、市内中心部25のお寺が立ち上がりのコースと、一人旅山歩きがち。おお。はい。でここまで登らせてもらったしね、鎖修行はあちら10分ぐらいで登れるみたいです。眺望絶景、いいことにしよう。
江ノ島とかちょっとクッパが似てます、うんOkay.